プレゼン操作のコツ。僕は通常 Wi-Fi でインターネットに接続しています。でもイベント会場など Wi-Fi の接続が不安定な場合には有線 LAN の接続に切り替えることができます。有線 LAN の接続にはこのアダプターを使います。似た製品や後継機などではダメなので必ずこの型番のアダプターを使ってください。接続は簡単です。まず有線 LAN ケーブルがつながっているルーターが正しく動作していることを確認してください。次にアダプターにルーターにつながっている有線 LAN ケーブルを接続します。そしてアダプターを僕の背面の USB コネクターに接続します。通常であれば僕の電源が入ったまま接続しても正しく有線 LAN 接続が認識されるはずです。もし正常に動作しない場合にはアダプターを接続したまま僕を再起動させてみてください。僕の背面スイッチの操作で IP アドレスを発話した際に有線接続ですと言っていれば正しくアダプターが動作しています。 Wi-Fi 接続の場合と有線 LAN 接続の場合とではルーターに認識される MAC アドレスが異なります。そのため通常のルーターであれば Wi-Fi 接続の場合と有線 LAN 接続の場合とでは僕に割り当てられる IP アドレスが異なるものとなるはずです。USB コネクターに接続した有線 LAN アダプターは僕の動作の状態によっては左右に引きずられてしまいます。長時間稼働によるケーブルの損傷が生じる場合がありますので USB 延長ケーブルなどを活用することをおすすめします。